頭襟を被った天狗像頭襟は山伏が被る帽子である。頭巾、と巾と書かれることもあるが、頭巾とは形状模様とも全く異なるので要注意。縁の行者本記によると、縁のオズヌが701年に大社により、入る先の伊豆大島から大和国に戻った際、ね、ぎらいとして文武天皇から黒色の冠を貸しされたことが頭襟の由来であるとされる。 黒漆で塗り固めた布で作った丸く小さい形式のものが一般的で大日如来のごちの宝冠を表している。現代では紙製の簡素なものもあるが、かつては木製で山中の石や落石から頭を守り水汲みにも使う実用を兼ねていた。十二因年にちなんで十二のひだを持ち、上から見ると放射状に十二等分されているように縫い目がある。 それを黒く染めて被るのは、十二因縁は、無明暗黒の煩悩であるが、悟りに達すれば空であり、不動明王の頭頂にあるレンゲのように正常である、との意であるという。被るというよりは、額の上に乗せるように着用し、紐を顎の下で結んで止める。山中で正気を防ぐ効果があると言われる。他に、一尺八寸の黒い布を巻く小頭襟、五尺の 布を巻まく長透襟などのバリエーションがある。なお、もともとの頭りは頭にすっぽりとかぶせる大型のものであったが、江戸時代以降に小型化が進み、現在の形になった。辰巳霊城我が内なる悪魔を降伏せよ、主言道、男の世界、P49 から50。山伏、室町時代、武装の新天日本復職資料。 風俗博物館から蘇る現地物語の世界室町時代の山伏、大型の頭入りを着用している。ありがとうございます。